グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。和風庭園をモダン和風デザインへ。はい、こちらのお家はどんなご希望があったんですか？はい、お父さんから和風庭園を譲り受けて、はい、その庭園を洋風に変更したいというご依頼があったんです。素敵な、まあ、この門扉のところを、はい、いい門扉がついているもんですから、うん、改造させて、これを活用して改造させようと、はい、それで庭石もいっぱいあったので、うんうん、この庭石をどんどん全部なるべく使って、はい、それで洋風に、今和風の石なんですけども、洋風にこう組む組み方があるんですよ、うん、でそれをこれからどんどんやっていこうということで、今職人が石をひっくり返しながらいろいろいじってるところなんですけれども、うん、そうですね、グリーンパトロールの、得意分野ですね、再利用ですね。はい、はい、でこの庭石も今はもともと庭に形跡として使われていた石を、はい、ポストのところの階段石にちょっとしようとして、はい、今ポストの狭いところへこう搬入しているような最中です。大きな石ですね。そうです、はい、でこのポスト、石の上に乗って、ポストから、まあ、物を取り出すとすごく便利になるというような、そんなことでやってます。ご提案したんですね。洋風ガーデン茅ヶ崎市へ検索。施工事例をぜひご覧ください。0120-041301、お電話お待ちしております。